日清食品激辛焼きそばジャック、バネロわさびからし味、揚げ麺に液体ソースとスパイスがついていて火薬は最初から入っています。麺は太めの扁平断面で柔らかめです。存在感は強くありません。ソースはザラついた舌触りで味噌の味がします。スパイスを開封すると花椒のしびれるような香りが漂います。刺激は唐辛子が一番強く、次にわさび、からしの順になります。辛さの絶対量はあまり強くなく、食後に涙や鼻水が止まらなくなるようなことはありませんでした。ペヤングの赤箱の辛さには遠く及びません。反面それぞれの刺激や旨味、香りなどを十分認識できます。具は簡素です。辛さ一辺倒ではなく、味わいの余地を残してあるのは一つの見識だと思います。